日本三重県島市浜島町ハサマ浜島町、ハサマは三重県島市の地名。1989年時点の面積は11.010平方キロメートル。地域の南部にあたる大崎半島の大部分は眠りゾートの敷地となっている。島市西部に位置する。地区の南側、大崎半島は30から40メートル級の大地で、 阿ゴ湾に突き出し、北側は丘陵である。中心集落は、ハザ川の両岸沿いにあり、上城、中城、下城などと呼ばれる。陸上では、米と苺を、海中では、真珠と海苔を散する。北は、磯部町穴川、磯部町狭間、東は、阿ゴ町浮方、西は、浜島町潮屋と接する。大崎半島西部には、浜島町、 浜島の飛び地がある。ハサマ湖地区からは、縄文時代の田尻遺跡や乳遺跡、古墳時代の鉄砲塚古墳やカラスギ古墳が見つかっている。神尾鳥賞や下空神療目録には、サコミクリアという記述があり、現在のハサマ湖のことを指すと考えられている。古代より交通の要所とされ、現在の磯部町、ヤンバルや磯部町穴川を経由して、 伊勢神宮方面へ至る道路の起点であった。当時のハサマコは、塩屋の出京であったとされ、わずかではあるが、白魚を取っていた。鎌倉時代には、和田氏が居住していたという伝説があり、和田の森が残されている。江戸時代には、ハサマコ村として、島国阿呂軍宇嘉匠に属し、鳥羽藩の配下にあった。村高は284国で、声援も行われたという。 また、真珠貝や初物の白魚を上納していた。木の国方面との交易があり、米や稲わらを送り、肥料となるカツオの内臓を受け取っていた。明治時代になると、浜島村の一大技となり、大正時代に、浜島村が、浜島町になった後もそのまま大技として、継承された。1919 19年には、三木本幸吉が、阿護安多徳島から、 大崎半島へ、新珠養殖と加工の拠点を移した。大崎半島、第二次世界大戦後、それまで、酸性の土壌と水理の悪さから、ほとんど開拓の進んでいなかった大崎半島の開拓が始まった。これは、食料増産と機能促進が目的で、サツマイモと裸麦を主として生産した。1962年頃から、 サツマイモの需要源と裸麦の価値低下を受け収入減少につながった。こうしたこともあり、大崎半島の開拓は計画面積の8分の1しか進まなかった。そこで当時の浜島町は町の中心街である浜島に次いで大崎半島の観光開発を企画1963年にキジカリエ園を開設する。また日本楽器が 大崎半島でマリーナ開発に名乗りを上げ、浜島町や三重県庁の開発計画も吸収し、滞在型のレクリエーション基地の建設を目指すこととなった。日本学期は1965年1月から土地の買収、取付道路やホテルの建設を開始した。土地買収の対象となった開拓農家32個のうち30個が買収に応じるなど、 陸側の開発は順調に進んだが、海側は漁業圏やヨットの航路設定で折り合いが難しく計画縮小を余儀なくされた。1967年11月、ヤマハリゾートネムの里が開業した。浜島町当局は、浜島町民の雇用や地元からの食材等の購入を求めたが、職種はインストラクターなど専門職であったため、 素人である地元民の雇用はごく一部に限られた。物資調達も量と質が重視されたため初期に浜島町内の業者から仕入れたにとどまった。また観光客にとってはネムの号内でサービスがすべて充足できるようになっておりネムの号外の町内の店舗などを利用する必要もなかった。このため町当局の目論みは外れ、町の経済効果は 限定的となった。1987年9月、近鉄グループが1960年から土地買収を始めていた地に、近鉄浜島カンツリークラブが開業した。ネムの号、平成の時代に入ると、ネムの里にもバブル崩壊の影響が押し寄せ、経営が厳しくなり、2007年7月に、ヤマハから三井不動産へと経営が移行した。 1991年10月に着工し、1993年6月に、竣工した滞在型リゾートホテルの島地中海村は、2010年7月にリニューアルが行われている。また、2010年8月1日には、近鉄浜島間ツリークラブでもゴルフコースの改造などのリニューアルがなされた。観光地の整備が進む一方でハサマコは少子化が進んでいる。 2010年3月31日には、ハサマ湖にあった島市立ハサマオ小学校が廃校となった。2013年5月12日、第1回伊勢島、里海、トライアスローン大会がネムの里で開催された。ただし翌年からは、大谷浜海水浴場に会場が移転している。2017年10月1日、ネムホテルリゾートは、ネムリゾートに改称した。 谷間の川沿いに集落があったことから名付けられたと考えられている。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1746年以降の人口の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。1746年以降の世帯数の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2009年度まで、ハサマコは、地区内にあった島市立ハサマ塩小学校の学区で、あったが、ハサマ塩小学校が、浜島小学校と統合したため、現在は、浜島小学校に通学している。ハサマコでは1971年より5人の農家が、 ハサマコイチゴ組合を結成し、イチゴ栽培を始めた。まず、島群阿五丁国府のイチゴ栽培の様子を、視察、五棟のハウスを縦共同栽培をすることにしたが、イチゴの苗が一旦分しか確保できなかったため、もう一旦はトマトを栽培することになった。翌1972年には、早くも、各人で一旦分のハウスを構えて、栽培を開始する。 当初稲作を主とし、副業として始まったイチゴ栽培だったが、イチゴの収益が年間230から240万円となり、1978年には12個で 170R まで拡大した。さらに1980年には、ハサマ小イチゴ団地の造成が始まり、7棟のハウスが完成。 始めた頃の2倍に相当する34トンを収穫できるようになった。平成に入ると、女宝が主要な栽培品種となったが、2000年頃より、イチゴの小玉化が顕著となり、三重県農業技術センターから新品種の提供を受けることになった。ハサマコには元来、漁業を修行とするものはなく、漁業権は浜島漁業共同組合が免許を有していた。 近隣の塩屋や浜島町ひやまろも同様であった。その後、地崎海面漁業権の獲得を目指してはさまこ塩屋、ひやまろの住民と、浜島漁協が激しく争い、1903年6月に入漁権の契約が提携された。しかし、山地区にとっては、わずかな権利が得られたのみであった。 続いて1907年1月に新宿各漁業権の争いが勃発、山地区は浜島漁協に漁業権管理を委託、各地区は個数に応じた配分金を受け取ることで決着した。こうして漁業権で苦い経験をした山地区は浜島漁協に対抗するための組織の必要性を痛感し、1911年に挟ま腰親、 ヒヤマロ漁業共同組合を発足させた。事務所は、ハサマ湖に置き、ハサマ湖からは95人が組合に加入した。しかし、浜島漁協の漁業権免許更新期が来るたびに、漁業権獲得に向けて戦うも勝つことはなく、浜島漁協から太与という形での創業を続けた。1919 19年には、三木本幸吉が、新樹養殖拠点を多と島から、 大崎半島へ移し、後に多徳島にあった、多徳郵便局や三木元の居宅、新言部企画も移築された。1944年には、組織名を、ハサマコや屋、平丸漁業界と改めた。第二次世界大戦終結後、1949年に、ハサマコ漁業共同組合を設立した。その後、ハサマコ区単独での漁協経営が長く続いた。 1952年から新珠養殖用地外の採病をはじめ、1960年には採病施設の拡大を試みるなど、新珠養殖に積極的に取り組むも、1959年の伊勢湾台風襲来、1964年の新珠価格下落、密な養殖による質の低下が重なり、急速に衰退した。 1963年11月1日実施の漁業センサスによれば、漁業を営む世帯は144個あったが、漁業を専業とする世帯は4個にとどまった。1965年からは、真珠の代わりに青のり養殖を開始、事業は軌道に乗った。2002年7月1日にア、阿アンガンの漁協が大合併して、 島の国漁業共同組合が発足、ハサマコ支所となった。さらに2010年2月1日には、三重県南部の漁協の広域合併により、三重海湾漁業共同組合が発足、島支所浜島事業所ハサマコとなった。三木本多徳養殖場は2020年現在も、創業中で、場内には、三木本光吉の居宅、新琴企画や別荘、 浅間核が残っており、三木本魔術研究所もある。同研究所は、アコヤガイの生態反応を利用した、水質監視装置、カイリンガルを開発した。島地中海村ハ間湖南部の大崎半島には、大型の観光、行楽施設がある。ありがとうございます。